こんにちはウルですはい今日も何もやることないからもういやタクロ編やっていきましょうおーここからなんだここ安全そうだないいかみか俺たちは今いやん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 動くな絶対待ってるよしここから行きましょうさあどう行けばいいんだろうこれタクローイケメン枠みたいになってるけどよくよく見たらブスだからね皆さん勘違いしないようにこいつはブスですイケメン気取ってるけどブスですああ初めて行った開かないなるほど なるほど。なん、んんどういうことえなんで一回だけ出たの今言葉。で、上に何かあるのとあそこの中に何かあると。紙に何か書いてある。B、ABCDE <え>、a b c d e f g h i j k l m、N. お、あこれちゃんと続いてるわ。 ちゃんと続いてるけど、それをどうしたらいいのかがよくわかんないんで、とりあえず、うーん、先に進んでいいのかな。鍵が閉まってる。オーマイが、どうしよう。じゃあ左から行こう。左。あ、行けるんだ。さあ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 さ、あ今のところ順調よ。何にも順調じゃない。これは答えは G。なるほど。あそこの上に G を持っていきましょう。それで開け、ゴマは OK。 あれ、開けごまってなんで開けごまなんだろうっていうのはさておいて。A, B, C, D, E, F, G。あそこか、オッケー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 。あそこね。これ、あ、あえて乗せない方がいいのかなま、ああえての、乗せないでここだっけさあえ ?A, B, C, D, E, F, G。え、G, G, G, G! ここ G ですすいませんここ G です 答え G って言うと、たやん。えー、おじいさんのグレート G みたいな。うわ。うわ、騙された。これおじいさんのグレート G だ。うわ、騙された、完璧に。うわ、マジか。そっちの G か。じゃあ、こっち行こう。えなるほど。G ともう一個これ乗せるパターンだな、多分。 なんか危ない。そろそろ来そうだから一応セーブしておこう。はい。で、左。まだ結構広いな、これさては。ここのエリアなんだここ見れるお。答えは N!GN! グレート姉ちゃんグレート姉ちゃんでしたグレート G さんではなくグレート姉ちゃん。完全に来ました。グレート姉ちゃんにできます。さあ、右側に行って、下を降りて、

はい、ここまで戻ってきました。さあ、これ取りましょう。で、ここで来ると。これ、どこに逃げたらいいんだこれ、一周回って、これ、青鬼の音聞こえてねえな、これ。えー、ここに入るしかないセーフこう、青鬼の音鳴らなかったらいまいち盛り上がらないんだよな。これ、いまいち盛り上がらないんだけども。これ、一回セーブして、もう一回開き直したら、音復活、みたいなってね、でって,てみたいにな,ならないかな。 いや一回試してみるかこれ逃げ切ったら一回セーブして元に戻ってみますそれで音が鳴らなかったらもうここはもうあのコラソンがいるということで、えー、OK はいえー、これで音が鳴るのか分かんないけどとりあえずやり直してきましたなんかあるかここに何かないとこ何これ上のカードリーダーカードリーダーがありますあそこのなんであそこに設置しためちゃめちゃやりにくいんですけどこれは本棚の鍵 なるほど。あ,あ、これを持っていくのか。これ、つ作ったやつバカやろ。普通、ここじゃなくて、こっちか、こっち、サイドやろ。頭悪い。頭悪いな。すっごい頭悪い。もうこあ、なんか、コードとかつなげるの相当めんどくさかっただろ、これ。本棚の鍵、なんかあったっけあー、そうこう。ここだ、ここ。こえ、あミカ、お前は何をしてるんだあー、これ、前回ここで、この後ミカ死ぬんだよね。 あミカはさよならバカがお前が勝手にやるからだぜ。OK 接着剤。あこれでタクロウとミカの恋心復活みたいな俺とお前の心に接着剤みたいな。うわぁ決め台リフかっけーうわぁかっこよ。モテるモテる。こいつはモテる。いや今日なんか言ってみようかな。LINE のなんかあの女の子全員にちょっとそれを送ったら一人ぐらいなんかあれウル君ウル君かっこいいかもみたいになってくれないわ。行きましょう。 さあ、接着剤ゃくぞせっゃんこれ折れたカード。さあ、プラスチックのカード。来ましたオッケーじゃあこれでいって。あれ、こっちだっけ。あっちの部屋ですよね。合って、るはずおそらく合って。るいや、セブ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 怖い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 セブ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 セ よし何かある。OK! じゃあ、ここに、ここに、プラスチックのカード。ここでもう一回セーブし、ああセーブするタイミング完全にミスった。ごめんね。何回も何回もこの中、よくわかんない。8月27日のやつ見,見せちゃって。えー、これ、えー、何これ。シュノーケルあ、なんか水あるところあったな。いや、シュノーケル シュノーケルなのなんか水をなんかパイプ回して抜くみたいなんじゃなくてシュノーケルなのシュノーケルか。あんまりこんなにね、シュノーケルってゲームで言うことないと思うけど、シュノーケル。普通言わないからね、シュノーケル。さあ、左だっけこ、こっち、うん、ここだ、ここシュノーケル。うわ、すげえ、ちゃんとなんか水再現されてる。うわ、すごい、なんか。 魚青鬼みたいな、フィッシュ青鬼くんみたいな出てきそう。いや、気持ち悪くて出てくんないです言ったけど出てこないでほしい。いや、なんかシュールだな。これすっごいシュールなんだけど。いや、怪力か。普通水の中にあったらこれ、おんもうみたいになるやろ。え今なんかすっごいブスいなかったいや、ブスいや、ブス うわ、セカンドブレいや、キモ水中に潜む魚類型巨大生命体。いや、もう、言った通りになった。はい、戻ってきました。多分、これで、あの、おーし、んどけーなんか目見えてんだよな。うわー、来れないねーおばかさんあれここなかったあー、いやー、いやー、んっていうことえー、えー、いやー、でもここどうせ出てくんだろここなんか閉めねえと。なだ青にあんな遅いのに、たく、え

はい。拓郎リベンジマッチ開催します。今宣言します。拓郎リベンジマッチ。ここ完全にもう、瞬足で行きます。はい、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 もう、青の塔よりも、青の塔よりも攻略してみせる、ここここが最難関ポイント。よしよしよしゃ、よしここなんかあるなんかあるなんもない。 終わわりかいやめっっちゃお腹鳴ったわ今よっしゃこれないやしかもまた青鬼のさ音出なかったわもういいやもういや僕の右肩にコラソンが乗ってます硬い水圧でドアが開かないようだやっぱ水抜いた方がいいんじゃないこれさあ戻ってきましたこれ何小さなくぼみさあこれは机の上に何か書いてある ?Left, right, right, center あー,あー待ってレフトって レフトって左だよね。左、右、右真ん中は OK。オッケーえー。よう象の鼻。開かない。で。髪。白は青に消えゆく。え、鼻。鼻をみ水の中につけるみたいな。お本当にえ、小さな鍵、まさかの。 小さな鍵なんて使うとこあった今までああここでやんここやここここここバカか今,今見てたとこだろ頭わかるんかオッケーサビた金具 <laughs> 錆びてんだよな錆びないでほしかったいやこれも水だサ錆さえも水で取る男すべては水もう水で生きてきたもう半分魚人半魚人えー、えー、あ小さなくぼみにこれはめんじゃないサビた金具 え錆びてるからダメなの錆びていて動かせないうわうわどうしようこれまだあとだな多分これがなんかあるはずここに何かあるわレフトライトライトセンターレフトライトライトセンターこれが何か鍵を握ってるはずうんーうわーおーなんかサイコロあるんですけど全然気づかなかった レフトだから 5? ええと、なんかあるの ?4 つか。えー、っと、ああー !5661 かな多分5661だと思います。これを、あそこ最高コの、全然気づかなかったわ。5661ね。オッケーじゃあこれを番号打って、

もうここぞと言わんばかりの巣だけが置いてる部屋変態の部屋だここは金具ゲッツ金具をゲットしましたでここにはめるのかなえー、金具オッケーオッケー水抜けていくオッケーじゃあシュノーケルもういよいよいらなくなってきたわえ なるほど。もうこっちにしか道はない。切り開けうる。OK。もうこっちに行くしかないね。そろそろ終盤じゃないこれ。終盤な気がするよ、僕。結構水抜けてんね。おこれ、最終戦のとこじゃないえー、やばい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 。こっち動ける動けない。これなんか、ノーコメントか。 あれもうだいぶ、あこれ、ミカの死体見るんじゃないおっとっとっと。これ何これ絨毯なのいや、じゃあ、瓦礫に耐えるのはすごい魔法の絨毯だ。あ勝手に動いてる前にここへ来た時と様子が違う。あの化け物が暴れたのか体育館の中の動画でできた祝いがいい。タクロウよかった、無事だな。そちらこそ無事でしたかよかったです。みんなはミカが ミカ、そうか。とにかくタキシたちと合流しましょう。ああ。あの部屋に化け物が。ミカ、あの化け物のせいで。数時間後。あ、終わりかこれそろそろ。タキシ首吊り。おい、嘘だろどうなってんだよなんでだよチーああ、タキシータキシー。ああ、この後も一応続くのか。こちらにもう用はないな。オッケー。じゃあ、とりあえずセーブしよう。 あとあと,と,とうわひろしがいるのめっちゃ心強いわ前世のウルはもうクリアしてるからねメーカーの次やって来しまで先生だけども絶対助けなくちゃいやその先生に対すそ,そんな先生大人気なのこのゲームいや先生愛しすぎじゃないみんなあっちだけかうわあっちだけださあこっち何やったんだっけいやここか先生 いやよ助けてちくちゃんおい、化け物こっちだいや、お前引き連れれんかったやろみんな逃げろどこへ逃げるかいや、いや、お前がそんな逃げたからお前がそんな走ったから前世のいや、砕けすぎだろ砕けすぎだろ大連鎖じゃねえかおいおいおいすごいポケモンのフルパワーみたいないや、もうゲームが違ってきてるいやーえー、広い こっちはいいや広いーここはもう隠れる専用あっ木の板が打ち付けられて釘抜きがいるんですねなるほどなーるほどうん広くない結構広いよ怖怖こ怖,怖すぎ怖すぎ怖すぎなんだこの部屋君が悪いな壁に白い文字が書いてる ×バツま×××まるバツバツバツ。なるほどどこかが落とし穴みたいな任せろ売る。天才と言われたもうもう任せろ色モニア優勝者だから僕×まるバ×えどれがどこのことに対して×なのか分からんとりあえず真ん中センターセンターセンターえいや動け動けいや電気のつかないランター こわけわかんないんだけど「×○○バツ。あこ怖いこい怖い怖いこれ書いとったかいこれいとったかいえっ○○×××××××いやもう一個なかったらさ困る分ん分からん分からんか分からん分からん考えてけど分からん こっちに何も書かれてないのが嫌。す、えー、他のところになんかあんのかこれはこのなんか、謎の出っ張り、謎の出っ張りでした。これいけるじゃん、こっち。ええ、え,えんえ、この、ゆっくり、ゆっくり来るガムは何え、これゆっくり来るガム何いや、このゆっくりガム何ゆっくりガムロード えなんだこの部屋はランタンがないと無理なのかい,いけるぞウルの第7巻ぐらいでいけるいや無理だそうかああむずいいやなんかここ隠されてないもんなあいつい殺されんのかな僕これ。 え,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 えや、ええ,え,え急に急に加速度急に加速度が後半から伸びるタイプ長距離走得意タイプだえーバツ○○○○○うん下のやつがわかんないえーっ上んないよとりあえずここは正解なのよ で、次がダメだったから、ここで一回セーブするか。もう、もうわからん、ヒントわからんからもう、無我夢中で追いかけてるうちに街に出たで行く。おやわっあったばいやー。したおーうえうえー。くそくそくそー ここまでは合ってるんですよでここがダメだった下よで前,で前で前でクソクソがうわあきょ三兄弟トリプルうわ4兄弟トリプルいや完全にわかりましたえー、こ,うこ,うこ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 う o た えーでこう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 オッケーオッケーオッケー,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 ー天才天才天才電気つかねえんだああいや電気つかねえじゃんこれ電気のつかないランタンダメじゃねあやなんかすごいことになった今電気のつかないランタンだったら意味ないやんこれ電池入ってないもんだってこっちに行くしかないよ なんか、なんかないのかこっち。ねえ。なんか行けよ。行けるやん。おやお、おや何かを運んでます。な、何かあります。ここに。なんか乗りました。これ気合で手に入れろ、みたいな。気合で俺のち、俺の、 俺の俺の気合見せてやる俺の気合を見せてやるううえ,え見えないこれあとちょっとなのこれあとちょっとなんですええ理だよこれなんかの上に乗ってんのえこれこの 椅子を運ばなきゃダメみたいな感じなの無理だな。それかここのふわってをいい具合に巻くもうそれしかないと思う。その二択。気合でいくか巻くか。なんかさ、あいつバカみたいな行動してたよね、さっき。ほらほらこれ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 

の前に、セーブの前に乾電池入れます。乾電池入れます。で、電気ランタンにします。で、セーブします。ここでセーブします。さあ、セーブ。これ電気ランタンがどこまで電気なのかっていう。なるほど。まあ、それなりの電気ね。ほら、やっぱり上だわ。 やっぱり上だっただから無理だったんだあんなん気合で言っても無理やろと考えてもバカかほんとによしじゃあうーんとそうだなこっちから行ってでこうおっとおっとっおしよしおし昇格 いや、まさか、遺言が消火器になるとはもう、今まで誰も考えたことなかったわ。今までの人生、いや、僕の遺言何なんだろうなーって。いや、まあ、もう、それを考えたこともないけど、消火器だとは思わんかった。消火器って、いないだろ、ここ。ほら、いないいないいない。いないいないバーに出演中。いや、もう、いないんだ。いないから。いないよ。 なんでやねんお前どこから来たんじゃお前はお前はお前はほっとりどこからどこーここーよしよしさあこの後何があるかいや怖いせびしょえー結構長いな <laughs> 結構長いぞこのゲームよしで とえっこれ押すだけめちゃめちゃ簡単じゃんこれそんな間抜けゲームでいいのかさあ運んでいくよ OK どこかで何かどうせあそこやろううんどう考えてもそうでしょうねじゃあこっちに行ってえ本当にいいのこれおやどっかこれ動くんじゃないか やっぱり動くなこの岩は何だ何の岩だ何の岩だこれあそこのさっきのもう一個の部屋のところでさライトのなんかアイテムなかったのかないや消火器消火器このために消火器んやばい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 音聞こえないからスリル感ないスリル感がないんです すいませんスリル感を求めてます僕スリム感をスリム感スリム感いやシェイプアップいやきすぎきすぎぎいつまで来とんじゃお前は長い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 お前真っ暗なのになんで見えるんじゃ夜行性動物初めてここで知りましたマスカの青鬼が夜行性ということをね僕が伝えていきましょう木箱えなんでか移動してるんですけどさあ消火器を使ってここから逃げますさあここから逃げていって で、これなんで音なくなるんだろう音なくなる原因を教えてください皆さんお願いしますで逃げますこっち左右上下左右 OK でこっちおおもう簡単よこんなここまで来たらもうこもうもうもういないからねこれメニューの欄が出てきたらもうそれは青鬼から逃げ切りましたよという証拠なんでとりあえずここで木箱をゲットしますで ここから出てくるからなのねそうなのねそういうパターンだからさっきそうなっただけでそういうことだったのねなるほどねこうそれでようやく謎が解けたきらめきのよいしょなめんなボケウるだってなやるときはやるんだぜさあとりあえずあそこの消火器のところだな消火器のところに何があるかそこですね絶対にさ<あ>いい具合よ 今のところいい具合よ。で、木箱何に使うのとりあえず消火器をゲットしたあの奥の部屋に行きたい。あの奥の部屋に何か眠ってるはず。もうすっごいなんか大富豪ワンピースが眠ってるはずなんで、とりあえずそっちに行きます。そっちに行ってどうなるか。どうなるかからどうなるか。OK。いや違う。で、こう行って、右だっけ右だ右かあ、右だ、右,かあ右だ、右だ。で、こっちに行って、下だ。ここ下降りる。 怖いセーブしますそろそろラスボス戦来そう怖いわで行ってえあすっごいキモいものがあるんだけどえこれツーショット撮りたいなどどうやったらツーショット撮れるいやーこれ縦向きにしたいこれこれサムネにしたいこれなんかキモい置物あったってサムネにしたい これでいいか。はい、チーズ、オッケー。うわ、気持ち悪い。これ欲しくねお母さん、これ買ってって子供が言ってたら、やめろ、そんなものをブスって言っちゃう。もう、絶対に言っちゃうわ。もう子供が、自分に子供がいたとして、こんなものを欲しがってたらもう、そんなもの持つんじゃないっても。持つんじゃありません。もう、バカがお前はって言ってしまいそう。それぐらいキモい、これ。これ、青鬼のね。 音が鳴らないってことは、僕、青に来てるのに気づかないってことなんですよ。っていうことはどういうことか。うこういうことです。ケ、OK、ー。あれ、クワッチ無限ループだな。で、これ、なんだこれ。木箱とい,いもう部屋全部見尽くしたんだよなちょっと戻ってみる。そう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 。そういや、あ、でもこっち行けねえのか。そっか、先生のところに戻ってみようかなとか思ったけど、これは何なんだ 結局ここさ木箱で群れりドワーみたいなのできないよねできないんだよねどっかにアイテム多分取り忘れだよな釘抜きが今ないんですよ今のところ多分釘抜きがどっかに絶対あるはずなんですよねそれを取れてないでもこっちはもう何もないんだよなとりあえず下に行って あっちの部屋で多分何か取り忘れてるな。ここ。ここの部屋で多分何か取り忘れてると思う。なんかあるでしょ、まだ。さすがに。おそらく。きっと。ここ何もないわけないだろう。え、何もないのここ。嘘。釘抜き絶対どっかあるんだよな。ええー、ないの何もないのここ。マジか。 あっちフワッティがいるところええー。とりあえずさっきのところまでもう一回戻ってみるか。それでなかったらちょっと考えます。さあ、こっちに行ってなんかあるかないや、ないと思うんだけど、こいつ襟足長くね。襟足とかなんか耳の下の髪の毛長くね。ここの部屋も何もねえのなんかちょっと気になる。いや、あったっけ忘れたわ。もうわかんねえ。あったかもしれんけど覚えてない。 いや、釘抜きあると思うんだよ。絶対どっかに。あ、これ、ああ、これ、紐休んじゃねこれ。いや、違うんかい。いや、もう完全に来たと思ったわ、今。なんもねえよなー。なんもないんですよー。なんもないのでー。わからん攻略見ちゃおう。はい、攻略見てきました。なんかね、これ岩、岩 岩もっかい使うよみたいな、いや知るかこれをもう一回使うとは思わん。これをなんかね、右下の階段で落としたらなんかバガンからガッシャーンってなってなんか中からホワイトニューワールドみたいな感じらしい。だからとりあえずこれ持っていきます。さあ運ぶよ。オッケー。これをまさかもう一回使うとはもう思わんマジで。これを、こ、ここかな らんえあこれか。火箱の鍵火箱はあーい、えー、ほらね。全然釘抜きはどっかにあると思ったんですけど、それにたどり着くまでがちょっとわからなかったわ。これは完全にむずすぎ。もうね、もうテンポよく行きたいから、もう攻略見るからな。もうそ誰が何と言おうと。もうめ,めんどくさいんだもん。めちゃめちゃめんどくさいもんだって、そんな何回もやるの。で、釘抜きはあそこに使って、 でなんかもう先生のとこに合流すんじゃないかなと僕予想してるんですけど攻略はね見てるけど最後まで,では見てない大体まあたまに見ちゃってることがあ,あるんですけど基本的には見てないでここ木箱じゃねい釘抜き釘抜き木の板木の板いや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 やっぱりっていいだけつあー化け物が追ってきてる音がするいや釘も,も,もっかいもっかも 釘釘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 釘ぎくぎくぎさきのもびっくりのなんで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 ハンマーがないからかなはいここまで戻ってきました行きましょうニューワールド青に追いかけられてる音がしないのさもうめちゃめちゃ不利よすっごい不利もう拓郎がこれ追いかけられてる音がするって言わなきゃ勝ったらもうわかんないからねこれ正直言わせてもらうとこれ無理だろう 無理だろうさリベンジマッチ多分これでも釘もうハンマーなくてもやると思うんだよね。多分ね木の板と釘の順番が逆だっただけだと思うやっぱりやっぱりどうやって売ったんですかこの人え拳拳マン最強かこいつ拓郎がもう青鬼よりも怪力なんですけどこれで多分ここ置物置くんだろうけどこれやばくないこれど,どうなってんのこれいや絶対復活するよこれ あ、当ただった。な、やばい。やばすぎだなやーや、えーや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 やいや無や無やいやーやいやーやーやーやいやー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 やいやいやや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  怖うわ、やっぱここヒロシと再会したとこだ。はあ、はあ、う、熱い。か、体の中にあの化け物がいる。寄生虫みたいな。いや何かが、俺の、俺の意識を奪って。いやあれはヒロシが、こっちに、ダメだ、こっちに来るなうわ完全に青いになってる うわお前化け物だぞウル気づいてうわーぬなんか透明なんですけどえクリアバージョン透明感すごいうわ女の子に今なんかみんなが得たいと思ってる透明感うわもうタクロアオニにはすでに手に入れていたみたいなうわーすご なえ。ど、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 ど。お先生、ティーチャー。い生きてるやん。拓郎君も。生きてるやんや。お前。生きてるやん。生きてるやん。チャンネル登録を。めちゃんこしてほしい。